はい、皆さんこんにちは。 N 予備校で英文法と英作文担当してます三浦です。皆様こんにちは。 N 予備校英文読解中学英語の担当の中木翔太郎でございます。さて今回は問題集の選び方で、はい、読解編ですね、はい、読解の問題集もう本当これも本屋さん行くと、うん、もううじゃうじゃあるわけです。そうですね、はい、どう選ぶか、うん、はい、そうですね、うん、まあその精読が長文化っていう部分はまあ分けて話さなきゃまずいですけども、まずは精読、長文、まあ、そこの書き出しなしに読解全体について話をすると、まず簡潔に結論を言うと、多分あの文法の三浦さんの結論とはこれ逆なんですが、うん、新しいものにしましょう、うん、ということはやっぱり思いますね。英文、はい、入試に出る英文ってものすごくこう最近変わってるんですよね、うん、そうですね。で、うん、ちょっと古い英文見ると、うん、うわこんな古いこと書いてあるんですよ、うん、なっちゃいますよね、うん、そう、さすがに今更冷戦をネタにした長文とか絶対ないですから、うん、ソビエト連邦がどうたらこうたらとかってのは、まあ逆にもう歴史の範疇ですもんね、うん、そこまで言ったらね、うん、まあもちろんそういう問題出す学校もあるにはあるかもしれないですけど、やっぱりある程度はこう、まあネタとしても最近のものにやっぱり触れた方が多分読んでる実感もあると思うんですよね、うんうん、そうですよね。 そしてやっぱりなんだろう、うん、最近なんだろう、読解系の問題集って癖がないいいもの増えてきた感じがするんですね、うん、昔に比べて、うん、うん、って感じしませんかね。癖がない、うん、癖がない、昔ならじゃあ結構癖があった、ああ今言ったからしまったと思って具体にどの今こう三浦さんの目がもうランランと輝いて、今バーッ地雷踏んじまったと思ってちょっとなんだやっぱりこう、うん、こうなんだこう、まあ方法論とか、うんうん、そういったものを歌うものがちょっと昔は多かったかなっていう気が、まあ、昔そういうのはあったけど、まあ、出ては消え出ては消え、そうですね、はい、うん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 、まああんま喋んのがいいと僕はちょっともうちょっと待って、あっという間に消えてきました。いやいやまあまあいやいやピーって流れないんですけど、あ、それ、編集でじゃあここはさ、はい、でも方法論ってなんだろう、読解ってやっぱり特にいろいろやっぱりそういうのがこうね、うん、まあなんかこう、まあ、出てきやすいじゃないですか、うんうん、でも なんだろう、結局なんだろうな、もう、うん、こうすれば英文読めるようになるっていう何かそういうのは僕ないかなと思うんですよね、うん、うん、結局、うん、まあ、そういうものを求めてしまいがちですよね。そうなんですよ、うん、そう、うん、だからそうで今最近のは本当にそういうのが少ないですよね、まあ、怪しげなものは、うん、そうですね、淘汰されて、うん、でやっぱりこうもうまともにやるしかないみたいに、うん、ね、そういう流れですよね、今そこすごい喜ばしいですよね、うんうん、だからやっぱりその問題集も、うん、まあ、新しいものの方がやっぱり、うんうん、まあ、そういう、こう癖がなく、うん、学べるものが精読長文ともに多いと思うので、うんうん、はい、はい、よかった、うまく音がったいや昔のなそれいい本たくさんありますよ、ね、そうですね、そう、一概に昔のはダメというわけではなく、まあ、古典的名著みたいなものがあるんですが、うん、やっぱりこうね、あの受験業界です、ね、トレンドによってもね、うん、出てわけ出てわけ、そうですね、ありましたね、はい、ありましたね、そう、うん、なのでまずはやっぱり一般論としては新しいもの、うん、そうですね、逆になんかちょっと今ちょうど今あの話題がこう流れたんで、うん、古典的名著を一冊挙げてくださいって言われたら何にします？僕もこれ一個かなって思ってるのがあるんですけど、あ、そうですね、長文ですね、あのどちらでも長文でも精読でも、精読、いや、やっぱ精読系だとあの英文問題成功ですよね。ああ、かぶりましたね、同じです、僕もやっぱ内容が面白い、そうな、全く同じことだ、同じこと言うと思ってた、うん、そうなんですよね、あれ解説自体がどうこうってわけじゃなく、うん、内容がすごく面白いですよね、あれ。でもこれ今の高校生面白いと思うかどうかっていうと、うん、結構あれ、あれさんのいろんなこの文学作品が出展だったりとかしてね、うん、すごくいいですよね、あれね、なんかでもね、本当に現代にも通じるような、うんうん、そうですね、鋭い考察がなされてるし、いいですよね、うん、そう、あ、もう完全、まあ同じだと思わなかった。だちょっとやっぱり難しいかもしれませんね、あれね。そうですね。はい、という感じで完全にちょっとこうね、昔話になってしまいました。まあ、とりあえずまあ精読長文、まあ書き出なく言ったら新しい方がいいですよ。はい。ということを言うための5分間でした。はい。では
次はどんなテーマ話を、ね、じゃあ精読の問題集のお話にしましょうかね、うんうんうん、はい、じゃあ今回はこれぐらいでまた後ほど。